はい。皆さん、こんばんは。宇長でございます。えー、今日も、宇長式ビルマ語の文字と発音、お越しくださりありがとうございます。えー、今日は第7回、死因その1ということで、前回まで母音についてやってきましたが、今日からは死因ということでございます。はい。33のジボ。ね。ジボというのは、発音を表す文字のことでございますね。よくあの、アルファベットっていうんですけど、これ日本語でジボっていうんですね。えー、ですから、まあ、ビルマ語の死因を表す文字、ジボは、 基本的なところで33あるということなんですね。33をございますね。ちょっと減らしましょう。27。6つ減らしました。ね、今減らしたこの6つは、まあ、ほとんどね、使われない文字なので、もう覚えなくていいです。ね、まあ、いずれどっかで、まあね、覚えてください。とりあえず、まあ今の段階ではま必要ありません。ということで、えー、この27個のね、字簿ですが、ちょっとお気をつけいただきたいのが、ここの部分ですね。うん。あの、ちなみにあの、 ビルマ文字だけではちょっとしんどいんで、そのンを表すローマ字を下にこう書いておきました。ねですから、ここに、ね、N って書いてあるので、ここはナ行ってことですね。この赤いところですね。ナ、ね、行のね字母は2つあるということでございます。はい。そして、あとね、この順番を覚えてください。これ字母表っていうんですけど、この字母表通りに覚えていただきたい。ねなぜかというとですね、はい、ちょっと説明入れました。えー、縦列で見てください。 例えば一番左の縦列の音は無気音のグループなんですね。ね無気音のグループ。そしてえ左から2列目はえこれは有気音のグループ。真ん中の列とそれから右から2番目の列は濁音のグループ。そして一番右側が鼻から抜けない音のグループってことなんですね。 えー、どれもね、全部など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 っていうふうに書いておきましたから、そうじゃない音もちょっと混じってはいますが、まあそういう音が、ね、主なあっていうところのグループでございますね、えー。で、今日はですね、その音についての説明と、その音の下の行に書いてある5つ、ね、家、え、業、ー、に関わる音について今日はちょっとやっていきたいと思います。はい、ご覧ください。ねえー、まず無気音というのは、 これ発音した時に息が出ない音です。そして2番目は発音した時に息が出る音です。濁音はもう必要、ね、説明の必要ないでしょう、えー。一番右側は鼻から抜けない音。なんか鼻づまりの音ですね。まあ、ここでは微濁音でございますね。微濁音、ね。さあ実際じゃあどういう感じかやってみましょう。ここは家業に関係する音なので皆さんここで一度「家」と言ってみてください。でその際 口の前に手を置いてください。口の前に手を置いてカと言ってみてください。さあ、いかがですか手に息がかかりましたか私、主には手に息がかかった方が多いんではないかと思うんですね。逆に全く息がかからなかったっていう方は無気温がちゃんとできてるってことなんですね。ええー、無気温ができる方は結構有気温が苦手だったりするし、その逆もあります。 どちらかというと無気音が苦手な方が日本人は多いんじゃないかと私は思うんですがさあじゃあ、えー、息がどうしても出ちゃう方、ねえー、ちょっとコツをお教えしますまず音ですけれども、うん、ちょっとここで思い出していただきたいのは死因、えー、の文字を書いた時に母音を書かなかったらどう読むかってそれありましたね,ね母音を書かないと死因だけの場合は「あ」の第一声でしたね ですから、この地母表で書かれているね、この表は全部、あの第一声で発音するわけですね。そうすると、これは、K です。かぎょうです。ですから、これは、かなるわけね。かで、息が出ないようにするためには、はい。えー、喉の奥の方。まあ、言ってみれば、のどちんこの辺りですね。ね。のどちんこの辺りを、ぐっと力を入れて、鼻に抜けるね軌道を締めちゃう感じですね。締めちゃってください。鼻に抜ける軌道ね。 鼻に抜ける、ね、軌道を喉どちんこに力を入れてカッと締めるとカッカッカッちょっと高い私の場合はちょっと高い音になりますカッ、ね、で有機音はもうそこの軌道をフッと開けて喉どちんこの力抜いてカッカッカッ思いっきり息が出るねねえ息が出ない方ねうんなんかねなんか喉に詰まった痰を吐く時のカッって感じですかね ダく、びだく音。なので、だく音はね、が、がですから、もうそのまま言ってください。そして一番右側のびだく音。これは、が、が、がですね。ねこれ日本語の中にあって、例えば、私が、あなたが。ね。この私が、あなたがのがはビダく音なんですよね。これがきちんとできないと NHK のアナウンサーになれないっていね、どっかで話し聞いたことありますが、今でもそうなんですかね。えー、ということでね。 えー、じゃあちょっとこれを連続して読んでみます。かがががもう一回言います。かがががこんな感じでございますね。ね、えー、ちょっとカタカナが欲しいなって思ったかもしれませんね。入れてみましょうか。でもこれじゃあね、全然区別つかないですよね。そうなんですやっぱりカタカナじゃね、ちゃんと対応できないんですね。ねえー この有機音無機音の違いね、全然ちょっとね、えー、表現できません。この美弱音もちっちゃい運を入れてって言ってもちっちゃい運なんてパソコンで打てないっすよね。ね。ですからはいもう思い切ってカタカナが使いません。ね。こうまあまあちょっとローマ字を入れるぐらいです。ね。もう一回言ってみます。かかがががね。ちょっとリズミカルな感じですよね。 実際ねこの字母表っていうのはミャンマーのね学校では子どもたちはこういうねちょっとリズミカルなね読み方で覚えていくんですよ。ねということで、えー、この27のシーン、ね、我が JMCC の所長マヘマ先生ですねちょっと読んでいただきましたのでねちょっと聞いてください。「カカガガサササザニャ」「ダタダダナ」 パパパパババマヤヤラワタハアって感じですね。はいえ。どこを読んでるかわかりましたかね、えー、それぞれ上のね上から5つずつワングループで読んでいったわけですね。ちょっと私もやってみますのでちょっとお聞きください。ねいきます。かかががが,がさあさザザニャ た、だ、だ、な、パ、パ、ばば、ま、や、や、らわ、た、は、あ、ってこういう感じですね。全部一斉でございますね。で、このちょっとこうリズミカルな感じ、これやっぱりね、こう大切なんですね。ねえー、ですから、ちょっと文字を覚える前に、こう、この字母表の発音の仕方を、体でリズムをね、えー、体でリズムをつかんでください。ねということで、 ええ、タンタン、たったたんって、か、い感じですね。タンタン、たったたん、タンタン、たったたん、か、か、が、が、が、タン、タン、たったたん。一体、何やってんですかって感じかもしれませんね。ね。あの、ご自宅でやる時には、ご家族の、理解を得るために、いや、語学の練習してます。ね。それ言っていかないと。ちょっと、ね、どうしたんだろう、大丈夫かなって、ね、言われちゃうといけないんでね。はい。 じゃあ合わせてね、これもちょっとやっときましょうか。成長。ね。あ、あ、あああ、あ、あー。ね。これをちょっと合わせていくと、たん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 たん、あ、あ、あー。たん、たん、たったったん、あ、あ、あってこういう感じですかね。もう、もうひたすら繰り返してください。なんていうかね、 私のあのこのレッスンはかなり理屈っぽいです。もう日本人ならではのなんかへ理屈ばっかりですけど、ここの部分だけはね、なんですうかね、心を真っ白にして、心を空っぽにして、もう赤ちゃんになって、赤ちゃんにはなれませんけどね、もう何も考えずに、もうひたすら、ダン、タン、タン、タン、だッ、タッ、タ,タン、あ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 、ダン、タン、タッ、タッ、タン、あ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 、ね、この感じ。 ねやっぱり成長言語ですからね、まあ、これは成長言語とは関係ないですけど、これはやっぱり覚え方として、このリズムでこう読んでいく。まあ言ってみればですね、私もあの子供の頃ね、ローマ字を覚えるときに ABCDEFG って歌ったもんですけどね、今でもね、やっぱりなんかこれね歌っちゃいますけどね。えー、それと同じような感じでね、か、か、が、ががが、ね、ね、さ、さ、ざ、ざ、にゃ、ね。 もうこれが、ね、なんかこう,もう体に染み込ませるって感じですね。ねもう理屈抜きで、心をね空にして、あ、あ、あ、これは成長ですけどね。こう覚えていっていただきたい。ねダン、タン、タッタッタン。ねね、無気温、有気温、濁音、濁音,濁音、ね、鼻にかかる音っていうような感じの並びになってます。縦列がね。ねはいでこれを最後にもう一度ね、ねこのかにまつわる音でやるとこんな感じですね。かかがががね こんな感じ、えー、本当にもう愚直にねこれをね、えー、やり続けてください。ということでね今日はこの家業にまつわるところだけをちょっとやってみました。はい、ご清聴ありがとうございました。